海と日本プロジェクト in 静岡県推進リーダーの亜美です。夏希です。今日の話題はこちらです。早速ご覧ください。町内の甲羅海岸にやってきた子どもたち。南伊豆東小学校の4年生18人がこの日挑戦するのはシーカヤックです。インストラクターから進み方や曲がり方などパドルの漕ぎ方を教えてもらい、一通り覚えると2人1組になり、いざ出発です。漕ぎ出した先には海底火山の痕跡が残るジオサイトが広がっていて、パドルを漕ぎながら景色や海の中に目を向けると驚きの連続です。クラゲがいました。クラゲ、クラゲいました。タコクラゲ、はい。あ、俺こっからの岩こっちのクラゲ見えるのよ。怖い。透明度の高い海の中で発見するさまざまな生き物。空も晴れ渡り、絶好のシーカヤック日和となりました。どうでしたか？なんかめちゃくちゃすごい楽しかったし、海も綺麗で楽しかった。楽しかった。どんなとこ楽しかった？あそこのタコクラゲのところをぐるぐる回るところだった。そう、まあ、海の沖から見るとやはり、自然の美しさが本当により一層感じるのと、やっぱり近くで海の生き物を見られるっていう、やっぱりここでしかできない体験を子どもたちと共に実感することができました。シーカヤックで海からの絶景を満喫した子どもたち。自分たちの住む町の素晴らしさを感じた一日となったようです。他にも海と日本プロジェクト公式 YouTube チャンネルでいろいろな動画を配信中です。ぜひご覧ください。海と日本。